クフルの DIY。 皆さんこんにちは、あやくふるです。今日は UV レジンを使ってジャースイーツ、コップの中に入ったスイーツのモチーフのアクセサリーを作りたいと思います。準備するものはこちら。まずレジン液ですが、ダイソーのクリアピンク、ミルキーピンク、ホワイトと透明のものを準備しました。型となるのはストローです。このストローはセリアの直径が 1.2 センチのウルトラワイドストローです。中に入れるものはお好みですが、私はこのキャンドゥのいちごのパーツとブリオン、ラメパウダー、シェルフレークなどを入れていきます。ハサミ、デザインナイフ、マスキングテープと紙の台紙、 UV ライトと、今回のようにアクセサリーにする場合はヒートンと、マルカンアジャスターセットのマルカン、マルカンを留める工具と、アクセサリーにする場合はチェーンなどを用意します。セリアには太いものや細いもの、いろいろありましたので見てみてください。では作っていきます。マスキングテープをカットして両端を内側に折り込みます。粘着面、くっつく方を上にして紙の上に貼ります。ストローの直径が太いので二重にして貼ります。ストローはだいたい3センチぐらいの長さになるようにしてカットします。カットしたストローをマスキングテープの上に乗せてしっかり固定させます。まず底面は UV レジン液の透明のものを準備して中に入れていきます。底面のガラス部分が表現できればいいので、量としてはだいたい1ミリぐらいの厚さでいいと思います。作り方は前レジンでビールを作った時とだいたい同じです。これで硬化させます。今回の硬化時間はすべて2分です。硬化が終わったら次にクリアピンク入れていきます。こちらからはもうお好みなので好きなようにデザインしていきます。これで硬化します。どんどんレイヤーにして硬化していきます。ホワイトとミルキーピンクを混ぜてちょっと淡い色を作ってから硬化させます。次にいちごジャムっぽいものを作るのでブリオンを使います。この時透明のスプーンがあると便利です。クリアのレジン液をスプーンの上に出して、その上にブリオンを乗せていきます。よく混ぜたらストローの中にちょっとずつ入れて形を整えていきます。こちらでまた硬化します。次にクランチっぽいものを表現するときはシェルフレークを使います。クリアのレジン液にシェルフレークを混ぜてストローの中に入れて形を整えたら硬化させます。硬化を待っている間にイチゴのパーツをカットします。デザインナイフを使って、イチゴはだいたい1ミリぐらいの幅になるぐらいにカットします。怪我をしないように注意してください。先ほどのパーツの硬化が終わりました。ではイチゴを入れていきます。まずクリアのレジン液をストローに適量入れます。その後にイチゴをレジン液の中に沈めて形を整えていきます。イチゴは一つずつレジン液を少しつけた爪楊枝でこのように入れるとやりやすかったので参考にしてみてください。イチゴが全部こっちを向くように一周ぐるっと入れてみました。これで硬化します。だいたいこれぐらいの厚みまで硬化が終わったら、ストローをマスキングテープから外します。デザインナイフを使ってストローをカットしていきます。手を怪我しないように注意しながら、レジンの部分はできるだけ薄く、レジンに傷をつけないようにカットをしていきます。ストローを剥がしていきます。ストローを剥がすと周りにレジンのこの残った薄い層みたいなのが上についてますが、これは手で取れますので、パリパリっと手で取ってください。次にレジンのパーツをマスキングテープの上に戻します。真ん中が少しへこんでいるので、そのへこんでいる部分にホワイトの UV レジンを入れて硬化させます。硬化を待っている間に一番上に乗せるパーツを作ります。ミルキーピンクの UV レジンを少し出してシェルフレークを混ぜ合わせます。もう少しピンクが欲しかったので、クリアピンクを1滴だけ垂らして混ぜておきます。はい、では硬化が終わったパーツに今作った仕上げのパーツを2回に分けて入れていきます。一気にやると溢れてしまうので、表面がぷっくりするぐらいまで入れて硬化させます。硬化が終わったら残り半分のパーツを乗せます。垂れないように注意しながら全体にまんべんなく置いたら、お好みでブリオンのパーツやラメパウダーを振りかけて硬化させます。はい、硬化が終わりました。このままでも可愛いですが、今回はアクセサリーにしますので、ピンバイス、ヒートン、マルカン、アクセサリーチェーンと工具を準備します。ピンバイスで出来上がったパーツの真ん中あたりに穴を開けてからヒートンを差し込みます。このアクセサリーチェーンはこのヒートンが通らなかったので、アクセサリーチェーンの真ん中あたりに丸カンで固定していきます。丸カンをチェーンのパーツの一つに通してから、作ったレジンのパーツを通していきます。もう一個の金具で
丸カンを閉じます。丸カンの形を整えたら UV レジンとストローで作るスイーツモチーフのアクセサリーの完成です。みんなで作ってみて、できたの脳みそシワシワを味わおう。いかがだったでしょうか。レイヤーで入れていくだけなのでアレンジもいろいろできます。このようにストローパーツを刺してみたり、バナナパフェのような色合いにすることもできます。ちなみにこのポッキーのようなものは爪楊枝にアクリル絵の具で茶色く着色したものです。アレンジもいろいろできますので、ぜひ試してみてください。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。このような DIY 動画をどんどん出してますので、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。あやくふるでした。バイバーイ。